はい、今日はですね、大分県別府市白川湖、そこのほとりのキャンプ場に来てます。ちょっと音聞こえるかわかんないですけど、雨です。で、一応ですね、今タープを上に張ってますけども、ここはシーズン中は予約がいらないんですけど、その代わり早いもん勝ちなんですよね。なので、とりあえず場所を先に取ろうということで、今タープを張ったところです。今の時間が12時9分。ここ着いたのがだいたい11時なんですよ。で、11時からチェックインなんで、まあ場所探しと、あとタープ容量を忘れてしまって1時間近くかかってしまいました。タープだけで、いやー参りましたね。で、今日はもう直接ここに来たので、何も食料買ってないんですよ。で、とりあえず場所だけ、確保して、まだなのでテントとかも、まだテントもありません。ね。っていうような状態です。とりあえず買い出しに行かないと、あれもないんですよ。到着直後のビール。梅雨真っただ中。雨のキャンプです。じゃあちょっと買い出し行ってきます。で、こっちに駐車場があるんですけど、お二人歩いてる上に見えるところですね。で、こっちに湖があって、広いですね。で、寄っていくと、あそこですよ。遠いな。3時58分。いやー結構降り出しましたね。戻ってきたらこんな状態ですよ。いやーすごいね。まあタープがあるから大丈夫なんですけど、ちょっとね雨がすごいことになってるんで、ちゃちゃっとですねテントをインストールしたいと思います。よっこいしょっと。インストール完了です。 うまいこといきましたかね。とりあえずね、まあ、結構バタバタしましたけど、ようやく、ちょっと落ち着きましたね。14時13分です。到着してですね、3時間ぐらい経ってます。ようやく、これです。いやー、今回はちょっとね、なかなか、雨の中では大変ですね。よいしょ。やっと飲めるよ。いただきます。乾杯。うまい。正面に見える山は、湯風岳っていう山で、こっちは見えないのかな。鶴見岳っていう山なんですけど、で湖ロケーションすごいいいんですけど、ちょっとまあ雨なんでね、今日あれですけど。いやでもこの湖畔でのキャンプっていうのは、もうすごい待ち望んでたロケーションなんですよ。地元のところに小さな湖畔があるんですけど、そこはそのテントとか建てられないんですよね。なんで前にホットドッグだって食べて帰ったんですけど、今回は、一応ロースタイルでやりますけど、ヘリノックスも持ってきてます。ひとまずちょっとね、もう早いところ飲みたかったんで。ただですね、ちょっとこれ半端なんですけど、今気温が
19度、正面から風が来てるんで結構ね寒いです。でちょっと朝から何も食べてないんで、ひとまずねもう定番ですけどソーセージちょっと焼きたいと思うんですよ。あ、今回は骨付きはありませんでした。なので、アルトバイエルンですね。いやー結構風が強くてですね、これ正面からバンバン雨が入ってくるんですよ。いやーなかなか結構大変な状況なんですけど、とりあえずねお腹空いたんでこれですね、アルトバイエルン。ここ湖畔の周りが周回コースがあって歩けるようになってるんですよね。それとか登山口とかも近くにあるんで結構人が来るんですけど、後ろから笑い声が聞こえてくるんですよね。なかなか恥ずかしいですね。これはちょっとソロキャンプ恥ずかしいです。よし、行きますよ。よいしょ。風が強い。ちょっと一個いただきますね。もうお腹空いちゃって、いただきます。うん、やっぱ何も食べてないから余計うまいっすね。いやー湯畑を見ながらウインナーとビール。ちょっとこのまま黙々と食べていいでしょうか。これとあと第2弾ともう一気に一袋食べちゃいます。もうお腹空いて余計にまた加速しちゃいましたね。はい、というわけで完食しました。いやー美味しかった。で、ビールももう空になっちゃいました。まあでもこれ雨すごいですね。降り続いてますよね。これ湖面大丈夫ですかね。まあちょっと様子見てですね、危なかったらちょっと場所を移動しないといけないですよね。とりあえず今見た感じだと傘が増えたりとかはしてないので大丈夫だと思いますが、まあその辺はねちょっと様子見ながらやっていきたいと思います。で、とりあえずウインナーを食べ終わりまして、ビールも飲んでちょっと落ち着きましたけど、今日はいろいろと料理をねやっていこうと思ってるんですけど、結構ねさっきから風があるんで雨がねちょこちょここう当たってるんですよね。なのでなかなかちょっとやりにくいところがあるんですけど、まあできる限りちょっとやっていきたいと思います。見た感じは非常にいいロケーションなんですけどね、これ天気のいいとか最高でしょうけどね、うん、まあ梅雨の真っ只中で、まあ、雨を狙って来てはいるんですけど、ちょっと思った以上に降りすぎですね。